2021年のベストドライバーズカーを選出するAUTOCAR恒例の BBDC 選手権。決勝に進出した3台から頂点に選ばれる1台は、トップ3は 911GT3 と SF90、アトム4、団子状態の11台の混戦から、どの車が勝ち抜けるのか。第33回を数える英国ベストドライバーズカー、BBDC 選手権で、最終審査へ進む3台が決まった。過去にディフェンディングチャンピオンとして参加し、2年連続勝利を収めたモデルは、初代、ホンダ NSX と、フェラーリ550マラネロ、アリエルアトム4の3モデルだけだ。それ以外、毎年違うモデルが優勝を掴んでいる。ハットトリック、3年連続優勝は、過去に一度もない。だが、第一印象が最も良かった車はアリエルアトム4だった。正直なところ、新モデルとしてノミネートした2019年は天候に恵まれ、優勝は驚くような結果ではなかった。雨に降られた2020年も優勝を遂げ、アリエルの偉業に心が打たれた。だが、その連勝に動揺したことも事実だ。2021年の天気は晴れ。アングルシーサーキットの路面はドライ。最終審査にアリエルアトム4が勝ち進んだのは自然な流れだったと言っていい。最新の992型ポルシェ 911GT3 が最終審査へ残ったことも驚くべき結果ではない。ただし、ダウンホースを増すボディキットにダブルイッシュボーン式のサスペンションが備わっていたとしても優勝するとは限らない。GT3 は毎回 BBDC で高得点を得る。だが、ポルシェ911が優勝した回数はそれほど多くない。前回は2017年に遡る。決戦のもう一枠、3代目に勝ち進む得点を得たのが、フェブのフェラーリ SF90 ストラダーレ。BBDC 史上、200馬力ほどの差をつけて、最もパワフルなノミネート車でもある。新水準の技術的も搭載している。目立った欠点がなく、極めて速い。英国のフェラーリは、サーキット用にスペアタイヤと技術者を派遣してきた。公道用にもう一台の SF90 ストラダーレすら準備するという体制で、もちろん、フェラーリはこの戦いを有利に運びたいのだろう。BBDC での結果を真剣に受け止めてくれている証拠でもある。AUTOCARが設けているルールは11台に共通している。その範囲でどれだけのことをするのかはメーカーの判断による。最大限にこの機会を生かそうとしてくれるフェラーリには感謝したい。そんなフェラーリだが BBDC の頂点を直近で掴んだのは2015年。一切の忖度抜きで採点していると自信を持って言える。勝ち残った3台はバランスの良い違いと比較をもたらしてくれた。英国車とドイツ車、イタリア車が1台ずつ。スポーツカーにスーパーカー、ハイパーカーと動力性能にも差がある。後輪駆動が2台で、4輪駆動が1台。3ペダルの MT が1台で、2台は AT だ。エンジンの搭載位置も 911GT3 は後方だが、アトム4と SF90 ストラダーレは中央。過去の例を振り返っても、特定のレイアウトや構成だから優勝できるという法則はない。楽しさの生み出し方に違いがあるとしても、まず取り上げるべきは、アリエルアトム4だろう。去年の優勝モデルに乗り、現在地を確認する必要がある。アトム4には目立った欠点がなく、極めて速い。高い速度域で走らせ続けるには、ドライバーの闘争心が求められる。近年では珍しい車と言える。サーキットを3周走ったくらいで、圧倒されるわけにはいかない。序の口だ。極めて走りが洗練されている。コースに止まり、流れる空気を感じる。ウエストゲートのホイッスルや、ジェット戦闘機のような加速を味わう。これに慣れたら、その先がある。アトム4のターボブースト圧をオプションのレベル3に切り替える。さすがにこのパワーを手なずけるには、少しの時間がかかるが、無理ではない。アリエルは基本に立ち返った。純粋なスポーツカーというだけではない。オーリンズ社製のダンパーに、サーキット用、タイヤ、LSD や台形ブレーキといった実戦性も備えている 911GT3 の3分の1という英国価格にも訴求力がある。だが、過去3年間、アトム4がトップ3に選ばれてきた理由は、極めて走りが洗練されているからに他ならない。審査員のプライヤーが端的に印象を残す。思った以上に良いですね。ディスデールは、ステアリングホイールと、指先、アスファルトとの極めてクリアなつながりに触れる。路面やグリップ力に関して、より詳細な情報を知覚することができます。まるで HDR 映像のように、公道では減衰力特性が素晴らしい。しなやかでありつつ、タイトな姿勢制御を叶えています。調整式のサスペンションをいじれば、レースカー級の正確性や速さを得ることも可能です。筆者も同意見。ブースト圧が標準のレベル1のままでも、公道では驚かされるほどの体験を与えてくれる。911GT3 や SF90 ストラダーレと比べてもパワー感は全く不足ない。トップ3による最終審査の続きは5にて